ジョージ・ランバートはイギリスの画家である風景画や演劇の背景画を描いたリチャード・ウィルソンと共にイギリスにおける風景画のパイオニアとされているケントに生まれたゴドフリー・ネラーの弟子のハゼルスや競争馬や戦闘の情景を描くのを得意としたウートンから絵を学んだフランスの風景画家ガスパール・デュンゲやイタリアの画家サルバトル・ローザから影響を受け サイズが大きく、細かな描写の風景画を描いた。多くのランバートの絵画は、版画家によって、版画とされ、出版された。演劇の背景絵画でも、有名になり、演劇監督のジョン・リッチの下で、ロンドンの劇場、リンカーン、エス・イン・フィールズ・シアターで働き、その後、イタリア出身の装飾画家、ジャコポ・アミゴーニの助手として、ロンドンの色々な劇場の装飾画も描いた。 人付き合いが良く、多くの芸術家や収集家と親しくし、イギリスの美術史で重要な画家、ウィリアム・ホガースとも親しかった。フランスのアカデミー・デ・ボ・アーツを見本に、ロンドンにロイヤル・アカデミー・オブ・アーツを設立することを提案した委員会に1755年に参加した。1760年に、イギリス芸術家協会の会員となり、協会の展覧会に何度か参加した。 ありがとうございます。